はい、皆さんこんにちは、マーチでございます。このところ、ピアノを買うかもしれない、実はただ見ているだけかもしれないという動画をちょっとお送りしておりますが、今日はいつも行かせていただいている河合千葉店に、しげる河合の5型が入ったということなので、しげる河合 SK5 をちょこっとだけね、今回はほんのにちょこっとしか時間がなかったので、ほんのちょっとだけ弾きに行ってきました。まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、マーチです。とうとう河合千葉店にも SK5 が、到着しまして、ちょっとね、今日はいろんな話を詰めるべくここに来てるんですが、好きな曲、ブルグミラー25の10番優しい花ですけどね、これいいですね。ちょっとこれ全体、ご覧いただけますか。この全体見てもね、少し、ちょうどいいサイズっていうのはこのことを言うんだなっていう感じがしますね。あそこにある蝶つがいがね、7は3つあったんですね。で、6も3つなんだそうです。だけどこの5は2つで押さえてるということで、それだけ上屋根が、奥行きがないということになるんですね。はい、それで、まあ教室にもぴったりかなということで、7、この間弾きましたけど、7を超える私好みという感じがしますね。はい、じゃあ、あとは教室でお話しします。はい、いかがでしたでしょうか。SK5、これで私がしげる河合を試弾したのが2型、3型、7型、そして今日の5型と、4つのタイプを試弾することができました。こんな贅沢な時間を過ごせたのは本当に河合の千葉店の店長さんのおかげだと思っております。本当に感謝申し上げます。非常にいい時間を、この数日にわたって過ごさせていただきましてね。で、今日弾いた SK5 5型ですけども、奥行きが2メーターちょうどで、このピアノ、これディアパソンの183型っていうんですけどね、183、200から183を弾くと17センチ、17センチ奥行きが大きいということになるんですけどね、この17センチがね、やっぱり驚異的でしたね。ちょっと大きいっていう感じに、見えるんですね。で、この後、その全体像の写真なんかもね、ちょっとお載せしますが、その全体像の写真を見てもあまり大きさとしては大きく感じないんだけどね、この17センチの差がすんごい、響きの点で、
役に立っているってことがよくわかりました。まあ、実際に弾いた曲はね、ブルグミュラーの優しい花でしたから、まあ、大きな音を弾くっていうことではないんだけども、その後、ちょっと和音でね、低音のところから高音のところまでバン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 こう弾いてみたんだけども、非常に、なんだろう、弾いた音がすぐ自分のところに入ってくるっていう、そんな感じの印象でしたね。で、まあ、河合のピアノは木琴タイプだってよく言われるんですけども、その中でもちゃんとこう管のあるね、あの高級なマリンバのようなあの音がしましたね、5はね。だから私の欲しいピアノっていうのは、この間の動画で7弾いて7がいいねって言ったけども、値段を聞いてね、やっぱり2がいいのかなって言って、でまた家へ帰ってきたら、7はやっぱりこの向きじゃ置けねえなと思ってね、ちょっとこっち後ろの壁なんですけどね、1台で置くんだったらこの向きで置こうと思うんだけども、これだとね、ちょっとこっちに当たってしまう。多分ね、7だとね、ここまで来ると思うよね。ここまで。そうそうそう。で、まあ6っていうのはちょっとね、2メーターをちょっと超えるんだから、それだったら7に手が出るだろうということで、やっぱり200ちょうどっていうと、ちょうどこの辺に来るのかな、椅子がね。だからこんなにも余裕があるから、調律の時にもアクションが出せるというところで、もうこの結論はもう変わんないと思う。今日5を弾いてね、あの5がいいなと思いました。それで、今日の試弾の後、まあちょっといろいろ見させていただきましたが、これからじっくり考えたいということで、ちょっと一旦話をね、終わりにしてきて、でじっくり考えることにしましたので、まあ失敗したくないからね、どうせ、安い買い物ではないし高い買い物だから、買うんなら自分に合ったものというふうに思っているので、失敗したくないので、これからじっくりと考えてみようと思います。はい、その SK5 を多分買うことになると思うんだけど、それがいつになるかはまた、未知の世界、わからないというところなんですけどね。はい、もし入ることがあったら、この動画で大々的に、やりますけどね。はい、すいません、どうも。はい、ちょっと長くなりましたが、ちょっとしげる河合の師団のこの一連の動画のね、締めとして、今お送り、しましたので、でこの後ですね、この今使っている、このお借りしているピアノ、ディアパソンで、これがですね、調べてみるといろいろといろんなことが分かってきて、でこのピアノをまたさらに愛するっていうことがいっぱい出てきましたので、その話を次からはお送りしようと思います。一体このピアノがいつ頃できたんだろうか、ね、大橋波多岩っていう人がどういう状態でこのピアノを作ったのか、でまた大橋ピアノと呼ばれるピアノは、いつ頃できたのかって、そんな話も含めながらね、このピアノについていろいろと話ができればなと思っております。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。しげる河合マーチも含めていいなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、以上マーチがお伝えいたしました。これ学研のジャンバーなの。またね。